はい、また頼まれました。いっぱいあってまだコンプリートできてませんし、蒸気船つってるから、いや、そりゃ見つかるやろうと思うデカさやよね。さっきここでだって船見つけたからね。蒸気船もあるでしょ、そんなんすぐ。早くここをコンプリートしたけど、エリアっていう概念がビーズを集めたところまでで言うとすごいまだまだやし、かといってそのここは例えば港、ここには 2エリアぐらいしかないんやけど、その2エリアとかの単位で言うともう2エリアクリアしてますけど、2エリアコンプリートしようとしてますけど、どんなぐらいのステージ数があるやろな。ステージ数も売りじゃないんですよね、今回の。例えばあのキノピオとかやったら何ステージとか、スニッパーズやったら何ステージとかっていう売り方してましたが、信長この時代にすごい勉強熱心や。あれ、ちょっと待って、もうこれ違うって、これは違うの分かってるやつ、さっきのやつで。と思うんすよね。蒸気船、あれか。あれ、もう前より簡単になってんでるよ。ちょっと、当たらんってんだよ。マジで、さっきより簡単やん。ざんざん簡単やん。だってさっきの動画でもこれ当てようとしたもん、船の時も。船後に出さなあかんわ、これ問題。普通の船。当ててこれちゃうんかってなってたんやで。あの船の方が後ろに隠れてたし。やっぱいっぱいもらった。今日だけで50何個もらってる。まだあるの？あ、知ってる。俺この魚、なんであれだけこっち向いてるのって言ったやつ、2つぐらいは当てた。2つぐらい当てたもん。うんうんうん。わかった。